こんにちは。アパレルブランドヘルベシカデザイナーのヨッシーです。本日はですね、もう冬になってきましたし、前回の動画でブーツ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 言ってきたので、ちょっとブーツが気になりって、いろいろ見てたんですね。で、そんな中でですね、皆さんにおすすめできるブーツを3つ見繕いました。なので、今期のおすすめブーツ3選ということでお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。で、まず結論から言っちゃうとですね、現行のものじゃないものが2つあります。バーって見た中でいいと思ったものがちょっとたまたま現行じゃないものが2つ混じってるんで、ご勘弁をいただきたいと思います。ではまず1つ目はですね、今期のやつからいきましょう。コールドウォールのレザーチェルシーブーツ、こちらです。これはね、実物見てきたんですけど、やっぱね、コールドウォールらしいカッティングっていうのが入ってます。ここのサイドゴアのここの部分がこうガッガッてこうちょっとカクカクっとなってますよね。ここはやっぱサミュエルのクリエーションっぽさが出ている部分ですし、まあ少し厚底気味のブーツって、去年くらいからボッテガの影響もあって結構いろんなブランドが出してると思うんですけど、まあその中で結構これは差別化できるものなのではないかなと思いました。まあちょっとね、筒の部分からこのソールに向けてちょっとこういう角度が緩やかなんで、ここがちょっと丸い感じになってるんですよね。これもまた可愛いと見るか、もうちょっとシェイプしてる方が好きかは人によるので何とも言えないんですけれども、なんとなく今年っぽくて、値段も結構手軽ですね。7万5千円ぐらいなんで、まあ結構買いやすいんじゃないかなと思いました。で、1個目はこのコールドウォールのレザーチェルシーブーツです。ちなみに僕リックのこれ系のブーツ持ってるんですけど、こういうねチェルシーブーツいいっすよ。履きやすいんで、サイドゴアやっぱグイって履けるからすごくいいと思っています。2つ目ですね。これは全く現行じゃないんですけど、今履いたら面白いんじゃないかなっていうものが、ダークビッケンバーグのワイヤーブーツですね。これ通称ワイヤーブーツだと思うんですけど、ヒールがスチールのやつ、鋼鉄のやつなんですけどね。これ、今履いたら面白いと思うんですよ。昔僕こういうの好きで持ってたんですけど、ほんとね、これかっこいいんです。めちゃくちゃかっこよくないですか？これ。こういうやつなんですけど、かっこいい、すごいかっこいいんですけど、これね、めっちゃ重たかった思い出があるんで、脚力に自信のある方はこういうの今履いても面白いかなと。過去に作られていた未来っぽいアイテムの一つでもあるのかなと思います。このダークビッケンバーグのワイヤースチールブーツ、スチールヒールワイヤーブーツみたいな感じだったと思います。もう一つはですね、ヘイブン、カナダのセレクトショップヘイブンと、ティンバーランドのコラボブーツですね。これが一番履きやすいデザインだと思うんですよ。で、ティンバーのなんかちょっと土っぽい感じを消してくれてて、ゴアテックス仕様になってるんで中に水も入ってこないという優れものなんですね。僕これすごい欲しいなと思ってて、これね、現行のものじゃないんですけど、すごくかっこいいと思っています。丈夫だし、まあこの6インチのイエローブーツってやんちゃな感じしません？まんまティンバーの6インチってかっこいいっすよ。かっこいいけど、ちょっと履き方間違えるとやんちゃな感じになっちゃうんですよね。それをこのヘイベンは、ゴアテックスっていうテック機能を持たせてくれたり、センタージップをつけてくれたり、色味をちょっと抑えたベージュっぽくしてくれたりっていう、ちょっと大人が履いてもいいかなというような感じに持ってきてくれてるのは、さすがのバランス感覚かなと思ったので、今回ですね、ヘイベンのティンバーランドのブーツ、6センチブーツの紹介をさせていただきました。国内多分ないんじゃないかな。まあ海外から引っ張ってくれあるんで、ストック X とかから引っ張ってきてもいいかもしれないですね。はい。で、まあ3つって言ったんですけど、最後番外編はですね、ゲルイエティゴアテックスですね。まあこれも現行じゃない、まあ現行じゃないものばっかり言ってるんですけど、なんかまあ現行のものを履いた方が単純に今年っぽくはなるんですけど、過去にリリースされてた今もいけそうなやつを見つけるのって面白いし、僕のディグリ心を刺激してくるので、いや何かなと思った時に、いややっぱゲルイエティじゃねって思って、ちょっと最後ゲルイエティゴアテックスです。で、これ確かノンネイティブのコラボ、確か正規の
あのアシックスの方だとこういうイエティのブーツって出てなかったような気がするんですけど、ちょっと僕が無知だったらすいません。まあ、とにかくですね、ノンネイティブコラボのこのゴアテックスブーツはですね、あのまあダークウィッケンバーグのやつとちょっと似てる、まあインもできるしそのままクシャットも履けるんですけど、なんか今だまあナイキだ、まあアシックスつってもキコっぽいやつだ、まあもしくはアディダスだとかっていろいろ他とかね、そういうのがある中で、あ、ゲルイエティっていうその意外性みたいなものもあると思うんですよ。なので今年履いてたら面白いかなと思いますんで、全部テックっぽい服に合わせやすいんで、僕はあの今季のアイテムも含めて、今履きたいブーツ、参戦ということでお話しさせていただきました。現物をねお見せできないんですけど、まあ、知ってるアイテムの中で今あの皆さんのコーディネートに加えてもいいんじゃないかなと思うものをこう、提案できればと思ってお話しさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram もやってますので、そちらもぜひよろしくお願いします。私が、ファッションコミュニティ立ち上げてまして、ジャパンテックウェアアソシエーション JTA というものと、ファッションビクティムというもの2つディスコード上に立ち上げてます。どっちも無料なんで気軽に入っていただいて、雑談でわー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 ね、喋ってもらいたいなと思っています。どうもご視聴ありがとうございました。